これってさ、ここまでは一人でできるけどさ、オープン。あ、いいよいいよいいよ。おい。もう行くよ、山崎さん。もう一回だ。これはしようとしてる。目の周りチラチラついてきてるんですよ。絶対笑う。絶対笑う。一番大事な。珍しく一発目で。大久保さんね、夏ね、お世話になった去年の、そうなの、取材で。もう取材しながら山崎さん泣いてたからね。そうそうそう、すごいいい話よね。本当。おい、聞けよ、山崎さんの話。はい、おい、まあ、もう一回だ。山崎さん去年ね、取材で泣いてましたもんね。あと、なんか、あの大久保さんがいい話。なるほど。いい話したんですね。そうそう、すごいいい話よね。いやいやいや、そんなことないですよ。いや、ちょっとあの雑談とかを、はい、雑談ができる取ります、はい、彼氏とうまくいってもそうなん、まあまあ、あでも来ますよ、近山さん。あ、本当。お手伝いに来ます。あ、どんだけかっこいいのかね、楽しみだよね。替え玉用意してないと、すげえイケメン連れてくるからな、これ。ちょっと質問の格好で始めてもらって聞けよ。どうぞ。辛くないですか、気持ち的に。あのさ、ガンガン違うんですよ、なんか止まったらやばいかなと思って、ね、ちょっと無理やりひてり出した質問が辛くないですか。辛くないですか。質問してよ、目がやだ。そうだ、もう真面目にやれよ。目見てください、目。笑わせようとしてる。笑わせようとしてる。え、お前、ちゃんとしよう。自分が笑うのを人のせいにするって恐ろしい。恐ろしい。目の周りキラキラつけてきてるんですよ、NHK さんになってるから。目の周りキラキラさせてるのに。いつも絶対笑わない。あのお客さんが少なくて大変だったの。ちょっと待って。これ多分ね、ここ真剣な話なんでね、はい、笑いながらだとちょっと俺のせいにするんだって。もう目ここら辺に一番大事よ。助けてください、まさきさん。頑張りました。頑張りますのでお願いします。NG させてんの大久保さんですか。私がじゃあこうやってこうやってやってた、こうやってやってたらどうしてたんですか。いつもそうだ。いつもお前 VC それやってんの。面白い。やだな。もう行こう。おにぎり食べたいとか言いながらやってたの。じゃあ、すみません、ありがとうございました。ました。皆さん行きます。行きます。あ、わかりました。すごい。びっくりした。
多分さっきも開いてなかったと思う。あーびっくりした。ここね。でちっちゃい方でコントロールするんだよね。そうそうそう。そうだよ、マジで頼むからね、本当に。あ、いいよいいよいいよ。あ、待って、バリバリバリって。上持ってく？そうだね。あ、見えないから怖いね。結構人いる。あ、いいいいです。あ、いいよいいよ。持ってて。こんぐらいでいくか。やってみる。珍しく一発目で。それでここにこれで結束バンドでここを縛ります。